チース誰も知らない軍曹だ。今回、新兵、新人、ルーキーの諸君に、簡単な、ハウトゥー、ちょっとチュートリアルより少しだけ踏み込んだ、そんな説明をしていこうと思う。参考にしてくれたまえ。ちなみに、軍曹は今、口内炎で来る、もう今も噛んだが、口内炎で苦しんでいるため、非常に、口の中を、脚部がしている。まあ、神々の動画になっているが、分かりにくいところはテキストで説明していく。よろしく頼む。さて、最初は、格闘攻撃についてだ。まず、N 角。そして、横角。これは左右、モーションが変わってくる。そして大事なのが、この、下角と呼ばれる、後ろに、なんだっけ。後ろに、スティックを倒しながら攻撃する、この、敵を必ず転倒させる攻撃だ。これは、相手の時間を奪うことができるので、有効に活用していくといい。しかし、下角はこの通り、隙がでかい。ブーストが残っていなければ、大きな隙を晒すことになるし、そもそも、直当てが難しい。そのために、この通り、先に、バズーカで相手の動きを止めてから、下角を入れる。こうすることで、敵の状況を悪くし、味方の枚数有利を作ることができる。逃走する場合も、こいつが有効だ。しかし、格闘攻撃は、N、横、下角、すべてにおいてデメリットが存在する。それが、カウンターだ。まずは通常攻撃。この通り敵が何もしなければ非常に有効な攻撃となる。しかし、この通り敵がタックル攻撃を仕掛けてきた場合、カウンターを取られてしまう危険性がある。当然、こちらがカウンターを取ることも可能だ。うまく敵にダウンが入った時は攻撃を追加することができる。しかし、この通り起き上がり状態に入ってしまうと無敵になってしまうので、素早く攻撃を入れよう。素早く追撃を入れれば、この通り追加ダメージが狙うことができる。支援要請について、味方が中継拠点を取ってくれた後、取ってなかった中継拠点を取った後、この通りここにまだ時間が経たない、出ない、ちょっと説明もう一回いこう。中継拠点を取った後、このカウントダウンが終わると、よし、カウントダウンが終わると、この通り支援要請が可能になる。丸ボタンを押しっぱにしないと今のように外してしまうからな、気をつけろ。さあ、これが支援要請画面だ。敵が映っている。どの敵に対して支援を行うか選択して支援してみよう。座標確定。あの通り、支援要請を行われた敵にカウントダウンが出る。後方部隊からの支援攻撃が来ます。圧倒的ではないか、我が軍は。では、敵に支援された場合、どうなるのか見てみよう。では、支援攻撃、お願いします。
この通りナレーションが入る。そしてそこに突っ立っているとこの通り攻撃を食らってしまう。敵の支援要請の火力はでかい。頑張って回避しよう。緊急回避について、緊急回避のスキルがついているモビルスーツはこの通り緊急回避ができる。しかしエネルギーを全て使ってしまうので、そこは気をつけて使用していこう。エネルギーゲージがギリギリでも緊急回避はすることができる。この通り少しの隙があれば緊急回避で回避することがある。しかし敵のバズ下なんかのコンボを綺麗に決められると回避することはできないので気をつけよう。さあ、横緊急回避をさっきお見せしたが、後ろ緊急回避と前緊急回避も存在する。後ろ緊急回避がこれ、ちょっと分かりにくいかもしれないが、後ろに高速で移動することができる。後ろに障害物がある時なんかはこれを使ってみよう。敵と向かい合った時、敵が下角を狙ってくる可能性がある。ダウンを取られてしまえばそのままフルボッコになってしまうので、相手の下角を見て前方緊急回避を入れよう。こうすることで相手の背後を取ることができる。敵と読み合いが発生して、敵が下角を狙ってきている時、前方回転をし敵の背後を取り、バズーカでひるみを取り、さらに追撃を入れていく。こういった使い方をしていけるとかなり生き残る術が増えるんではないだろうか。この通り敵が背後に回ると旋回速度の遅いモビルスーツは後ろを振り向く前に攻撃されてしまう。気をつけよう。さあ、格闘後の隙を消すためにはまずこれ、格闘振った後にブースト、これで格闘後の隙を消すことができる。あー死んでる。この通りお互いに緊急回避を持っている場合はお互いの緊急回避を読み合おう。モビルスーツの登場について、しゃがんだ後この降りるボタンのガイドに従って丸ボタンを押すと通常通り降りることができる。このままだったらすぐに乗ることができるが、緊急脱出の場合丸ボタンを長押しすることによっていつでもモビルスーツを降りることができる。しかしこの通り搭乗ウェイト時間、次に乗るまでの時間が少々かかる。そして緊急脱出はこの通りどんな時でも可能。これを利用して瀕死のモビルスーツをおとりにすることもできる。機体ダッシュについて、機体を降りた状態でこの通り中継拠点の取り合いなので敵のパイロットと戦いになる。その時に相手のパイロットを倒した場合、モビルスーツを放置しておくと敵のパイロットはモビルスーツにリスポーンすることができる。あ、出てきた。びっくりした。またの間から出てきた。そうならないように敵のパイロットを倒し、自分の MS が傷ついている場合などこの通り敵のモビルスーツに近づいてダッシュすることができる。こうなると敵のパイロットはこちらのモビルスーツを奪う以外にモビルスーツに乗る方法がない。
明日。ダッシュしたモビルスーツには自爆装置が発動され、約1分、確か1分ぐらいで放置しておいてもこの通り破壊することができる。ただし敵のパイロットが戻ってきてしまい再度ダッシュされ直した場合は、その自爆装置は消えることになる。この通り乗ったまま破壊された場合、こちらには敵のモビルスーツのポイントが入り、相手にはパイロット撃破のポイントが入る。想像以上の神動画だったが、さておき参考になっただろうか。今後の戦場での自分の戦略に生かしていただけたらこれ幸い。本日手伝ってもらった、前作初代からのフレンド3人にも感謝の敬礼である。ただし妹は今めんどくさいのでやらないが。それではまた会おう。